テオドシオス三世、聖没年不詳は、ヘラクレオス王朝断絶後の東ローマ帝国の皇帝。元はアドラミュティオンの朝政役人であったが、時の皇帝、アナスタシオス二世に対して、テマオプシキオンが反乱を起こすと、反乱軍に担ぎ上げられて、対立皇帝とされた。反乱軍は、コンスタンティノポリスに攻め寄せて、その攻略に成功したため、 小アジア半島に避難していたアナスタシオス2世も降伏して退位した。その結果テオドシオス3世が皇帝となった。彼が皇帝となった理由として、実はティベリオス3世の息子であったからであるとする有力な見解が提出されている。しかし、テオドシオス3世の権力は脆弱であった。その理由は、彼がテマオプシキオンの暴走によって即位したため、他のテマや、 中央の官僚たちの支持を完全には得られなかったことや、すでにコンスタンティノポリスを目指して、ウマイヤ朝の軍勢がコアジア半島内部に侵入してきていたにもかかわらず、彼には軍事的才能がなかったことが挙げられる。このため717年、デマアナトリコンの長官であったレオオーンに反乱を起こされて退位を迫られる。テオドシオス三世は、 身の安全を保障するという条件で退位し、レオーンが即位した。その後修道士となり、エッフェソスで754年以降に没した。ありがとうございます。